はい。皆さん、こんにちは。村長です。今、頑張って開発してますチャット GPT のオリジナルバージョン。これを今日もアップデートしました。バージョン1.5というのになりまして、なぜ1.5というバージョンにね、1.4からしたかっていうのは、もう一通りエキスパートモード。今までは専門家モードと言ってましたけれども、これがですね、 かなり充実しました。数で言えばですね、ここにも書かせていただいたんですけれども、16種類のエキスパートになりました。そしてそれプラスですね、9種類の趣味とか暮らしというもののアドバイダー。これも追加されまして。そして今までありました8種類の方言。それ以外にですね、やはり僕も関西の人間ですので、 ここにですね、ニューバージョン1.5ということでね、関西面白チャットということもしました。そこにはですね、このように、何話の親父というのとかですね、大阪のおばちゃん、このモードもありまして、あとは関西のギャル、いわゆる僕は関西に住んでますので、全国に手を広げるというよりも、そういうのをしようと思いました。僕が想像してたようにですね、 先日も LINE のバージョンでですね、ギャル語というのを喋るっていうね、そういうのがちょっと人気になっています。僕と同じようなことを考えて開発した人がいるんだなというふうに思っていました。楽しいエンターテイメント。それはこれからもどんどんできてくると思いますので、僕はちょっとですね、エキスパートのモードにかなり力を入れています。エキスパートのモードっていうのはこんな感じです。 今ありますのは、ここに表示したように、DTM のアドバイダー、デザイン、動画制作、システムエンジニア、プログラマー、料理研究家、ビジネス情報、旅のアドバイダー、医療のアドバイダー、子育てアドバイダー、法律専門家、心のケア、福祉、介護の情報、農業アドバイダー、建設、専門技術、これのアドバイダーです。 建設専門技術におきましては、建設という領域と建築という領域、そして土木という領域、これらの専門ということをプログラムしています。あとはドローンのエキスパート、歴史のエキスパート、こういうふうな形にしています。全部ではないですけれども、僕は何人かのスペシャリスト、 もしくは携わっている人にも見てもらって従来のフリーのブラウザ版チャット GPT 本家の GPT ですねこれよりも回答が優れているかということはちゃんと検証しましたもちろんなんか名前だけつけたんではなくてちゃんと意味があるんですけれどもそれはシステムロールというのでですねチャット GPT にロールをセッティングしまして そして、なるべくその専門的なアドバイスができるようにしたわけです。ちょっとマル秘の情報なんですけれども、こういうことも一つのキーワードになっているということをお伝えしたいと思います。はい。これはとっても重要な話です。チャット g p t のアシスタントモデル。 皆さんのことをアシストしてくれるわけですけれども、それにはですね、分類がありましてですね、ここに書いてますように、質問を応答するアシスタントや、フリーのテキストを分析するアシスタント、そして、一番会話には適してます、自然言語生成アシスタント、そういうものとか、翻訳に強い機械翻訳をするアシスタント、 こういうような形で分かれています。7つで終わりというわけではないです。いろんな形でですね、アシスタントできるように、このシステムロールをプログラムから呼びますと、そういうようなモード、そういうのに変わるわけです。その呼び方の少しずつのノウハウが各開発会社さんで持ち合わせていると思います。僕は僕なりのノウハウがありまして、 日々よりよく応答ができるように、的の得た回答ができるように進化させていただいております。1.5というバージョンに4から5にした理由もそれなんです。ですから、そういうことも内部的にですね、だん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 進化させています。もう何度も動画は見せていますけれども、一応 僕のチャット GPT を少しお見せしたいと思います。はい。真ん中に今表示して少し黄色い枠がついているのが僕が開発したチャット GPT です。ここにいろんなメニューでですね、右クリックから専門家のメニュー、趣味、暮らしのメニュー、関西面白チャット、これが今バージョン1.5で新たに追加されたんですけれども、 そして方言ですね。こういうふうな形になっています。また1.5では、この履歴を消去する機能、こういうのも新たに作っています。実際どんな感じで話しするのか、少し関西面白チャットでやってみます。何話の親父というのをやってみます。単純に簡単に、こんにちはと、こう打ちます。 大きに元気かい。いわゆる男性のだいたい70代の人を想定しています。それで何話のおじさん風に喋ってくれるようにカスタマイズしてるわけです。はい。たこ焼き、どこに行ったら買えると打ちました。たこ焼きが買える場所はたくさんあるけど、大阪で有名な場所はどこやろな 通天閣周辺か道頓堀、新世界などの観光地にはたこ焼きを出す屋台はお店がたくさんあるで、それと大阪市内にあるスーパーでも手軽にたこ焼きを買うことができるぞ。こんな感じでですね、どこまでネイティブにおじさんかわかりませんが、こんな感じになっています。70代の大阪の親父というのを想定しています。今度は大阪のおばちゃんに 変えてみます。同じように、こんばんはと。こんばんは、おばちゃん元気にしてる何か用かしら。おばちゃんって、こっちもおばちゃんにされましたね。はい。用事はないけど、おもろい話あるこれで聞いてみましょう。あら、おもろい話かい。ほな、教えてみーやって。僕が言うてんのちゃうって,て。何か 面白いことあったんかしらいっぱいあったで、そうかい。それは楽しみやわ。ほな、どれから聞かせてくれるんと、こういうふうにですね、おばさん語に変わるわけです。じゃあ、ちょっとギャルもやってみましょう。一旦、利益を消去しますね。新機能です。これも。消去しますかと、確認ボタンが出てきます。そして、関西のギャルを選択します。こんばんは。 おもろいことあるかと聞いてみます。これは最後の語尾だけがするでというふうになったぐらいでですね、僕もやってみてて、これはですね、関西のギャルの20代を想定してるんですけれども、これ、まあ、マイナーアップデートでですね、10代にした方が面白いかなというふうに考えています。ですから、日々進化、 させてっていいっるわけですもちろんエキスパートモードははっきりした違いがあります例えば標準のチャット GPT にちょっと聞いてみますここでですねちょっと一つだけバグというか僕が気になっていることがあるんですねなんか聞こうと思って「こんにちは」とこう打つじゃないですかここ打ちますよね そうしてるうちにあとなんかコピペしたいなというふうに思いまして他のとこを押すとですねここ消えちゃうんですよこれ消えてもらったらもうとっても不便これはちょっと僕怒りモードぐらい不便なことなんです今までそんなことなかったんですがこういうふうになってしまいましたまあ例えばこういうことを聞いてみましょう ドローンの技術的なことわかりますかというふうに聞いてみます。はい。一定の知識を持っています。僕はこの最後の回答を少し見てもらいたかったんですね。いろんな専門的な知識を聞いてみていくとですね、一般的な高度な技術については知識を持っていますが、より専門的なことについては、 自身が理解できない場合がありますできる限りお答えするように努めますとか時にはですねそれは専門家に聞いてくださいとかいうふうになるんですでもですね僕はドローンのモードも作っていますまあこれからそういう時代になるんではないかなということも含めてですねここでドローンエキスパートというのをしてあります まあ同じような質問を投げかけます。ドローンについいてての専門知識を持っています具体的にはドローンの設計や機能用途法規制安全性などを深く理解しまたドローンの操縦技術にも熟練しています。またドローンの活用に関する相談やアドバイスも提供できます。 ちょっとさっきと全然変わってきたと思いませんかもうドローンの専門家ということになりきってるわけです。100%とは言いません。チャット GPT 自身の根本自身がちょっと間違ったことを学習していることもあります。ですから100点とは言えませんけれども、このようにとっても変わってくるわけです。これは他のことでも一緒です。僕が作りました たくさんのこのエキスパートモードですね。この辺のところがすべてですね、このような形で回答が返ってきやすいように僕の方で開発を進めています。また、暮らしのメニューの方では、まあ今、鉄道オタクさんとかもいますし、また釣りが好きな人、こういうのもいますよね。釣り情報ということで、 アジを釣りたいけど日本ではどこがいいアジを釣るには日本の全国の海岸で釣ることができます。特にアジが多いエリアとしては記のようなところです。また、アジ釣りのシーズンは春から秋にかけてで、特に夏には多くのアジが釣れます。というふうにですね、まあ出てきます。もちろんチャット GPT 本家では出ないのか。いや、そうではないです。でもですね、 僕がやってみて本当に僕のプログラムがちゃんといいか。それはある程度先ほどと同じようにですね、チャット GPT 本家と自分の作ったものとで比べながら皆さんに提供をしています。そんな3倍も5倍もいいとか大げさなことは言いませんが、必ず何かしら専門的にはなっています。その理由の根本はですね、 僕のプログラムをチャット g p t に見せてですね、そしてこういうことをシステムロールというんですけれども、このシステムロールをどのように変えていったらさらにいい答えが出ますかというふうに教えてもらったことで僕は開発を徐々に進めたり改造をしたりとかやってるんですね。 ですから、的確というのは AI 自身がこうやってくれって言ってるわけですから、そしてそれであれば専門的な回答ができますと言ってるわけですから、良くなって当たり前ですよね。ただしこのシステムロールはプログラムから呼ばないとですね、皆さんが入れてるプロンプトから英語で答えてとか、それはできなくもありません。その次の答えは英語で答えてくれたりしますが、 また、話しているうちに、英語と日本語が適当に混じったりとか、そして、先ほどから見せましたように、語尾で喋り方で友達のように聞きたいとかですね、高尚な話として聞きたいとか、専門家に聞きたい。そういうのって皆さんも色々あるじゃないですか。そこをちゃんとカスタマイズすると、このようにですね、どん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  AI が 賢くなって答えを返してくれるわけです。で人とも僕のソフトは無料です。ただし、チャット GPT の API というシステムそのもののとっても安い課金があります。1000文字に近いトークンという単位なんですけれども、それで約0.0002ドル。0が3つつくんですね。そんなものですから、まあ、普通の人が普通に使う分には、 多分100円とか200円とかそういう単位でしか課金がされません。1ヶ月ですね。そこらのところでまずはこの課金というのは安心していいんじゃないかなと僕は考えています。そして GPT-4 というものの話もあります。それは次の世代には画像や映像、YouTube 映像ですね。 そういうものをうまく扱えたりという進化ももうオープン a i が発表しそうな噂ですけれどもそういうのを今日3月、うん、中頃ですね3月12日時点では少し噂を聞いたりしています真意のほどはまだ完全にはオープン a i が発表していませんのでわかりませんがそうやって時代が進んできます いわゆるこの自然言語モデルというのはまだまだ進化すると思うんですけれども僕のソフトのように無料のソフトであればですね一度試してみてそしてシステムロールとはどういうものか本当に便利に元祖チャット GPT より良くなっていくのかそんなことを皆さんもちょっと頭の隅で研究をしておく方が これれからの時代に乗り遅れなくていいいと思います今日はバージョン1.5の発表と同時にですねこのようにお話をさせていただきましたのでまた1.5の方は概要欄に貼ってある、うん、そこからですねダウンロードしてくださいただしごめんなさい今のところは Windows 版です ウィンドウズ版で使えるようになりますのでお間違えのないようによろしくお願いします。村長スタジオでした。